なんじゃ。あ、パン。パンパンパン。お二人とも、やっと来ていただけましたか。あだっぱせで。お、何かあったのか。ヌビレット様とフリーナ様が揉めているようなのです。その、様子を見てきてくれませんか。わっ、だから、僕はもうはっきりと言ったはずだ。問題が根本から解決されていない以上、君と私の間ではいかなる言い訳も通用しない。失礼を承知で言わせてもらうが、自分の立場を理解していただきたい。君は水の魔人ホカロルスだということを。これを見るといい。ポワソン町の事故の犠牲者リストだ。あ、この人たちは皆、今回は止められなかった。だが同じことを繰り返すのはこの私が許さない。もう一度言う。知っていることを洗いざらい私に教えてもらおう。昨日ポワソン町の近くにある古代遺跡で3枚の石板を見つけた。これについて心当たりは。なんだい、急に尋問するような口調で聞いて。僕は何も知らないぞ。でも今、古い遺跡で見つけたと言った。ああ、それが君に尋ねた理由だ。石板は4枚あったはずだが、1枚目の所在は分からず、残り3枚にはそれぞれ異なる絵が刻まれていた。全て予言と関わっていると思われる。予言。そのうち2枚目の石板には、先代水神エゲリエが空に浮かぶ島に向かってひざまずき、罪を告白するような姿が描かれている。これについても何も知らないと。知らないね。そんな石板見たこともないから。もう一度問う。君は先代水神と関わる情報を本当に一切持ち合わせていないのか。いや、juga ya. Agak aneh ya kalau si Furina gak dapat informasi sama sekali dari Egeria. Itu aneh. 石板から読み解いた情報によると、水神エゲリアはあることについて謝罪、もしくは罪を辞任していた。これに関して一番知っているのは君のはずだ。どの神だって秘密くらい持っているんじゃないかな。先代は先代で、僕は僕さ。知らないのも別に変なことじゃないと思うけど。君が焦っているのはわかるよ。でも悪いけど、本当に言えることは何もないんだ。フリーナ殿、こうなったら単刀直入に言わせてもらう。君が各方面の力を使い、裏で何か調査していることは把握済みだ。さまざまな証拠が示している。君がずっと密かに予言について調べていることを。水神として予言を調べるのは別におかしなことではない。だがエゲリアの秘密を知らないといい、調査後に何の動きも見せないのは非常に妙だ。君は君が見せているほど浅はかではない。そして誠の愚者でもない。しかし君の行動は極めて矛盾している。
はそんなに僕のことを気にかけてくれていたのかい？そんな風には見えなかったよ。君は僕が裏で調べていることを知っている以上、僕に対してまた別の視点を持つようになったんじゃないかな。僕を尋問したり疑ったりしたところでまるで意味はないよ。君は最高審判官である以上、僕の部下であり、僕に従うべきだ。君はただ僕という神を信じればいい。心の奥底で納得できるかどうかは別として、ただひたすら従えばいいのさ。いずれにせよきっとうまくいくのだから。うん、僕が言いたいのはこれだけだ。この件で話すことはこれ以上ないよ。おお、いけない、もうじき歌劇場の開演時間だ。それじゃあまた。フリーナのやつ、オイラたちが入り口に立ってたことに気づいてなかったみたいだな。どうしたんだろう。顔は笑ってたけど、内心はオイラたちの盗み聞きに気づく余裕もなかったとか。She seems to be deliberately hiding something. ドアの外でだいぶ待っていたのだろう。Yes. Yes, Neil. あれ、バレてたんだな。フリーナは気づいてなかったみたいだけど。彼女はひどくうろたえていた。理由は私にもよくわからない。討論は幾度も暗礁に乗り上げてしまったよ。事態をこれ以上放置するわけにはいかないというのに。しかし、どうしても解せない。対話はコミュニケーションの基本だというのに、なぜ彼女はああも対話を拒む。I'm afraid question alone might not suffice. We need to make her understand how dire the situation actually is. 事情を知る者であれば、誰もがフリーナには秘密があるとわかる。問題は態度だ。やむを得ない時が訪れるまで何も明かす気はないのだろう。もしかすると口を割らざるを得ない状況を作る必要があるかもしれない。それってどんな状況だよ。一般的に人は裁きを前にして初めて真相を語るものだ。水の魔人にそのような場所に立たせればおお、行けたもしもやプレイしたるけど。でもフリーナはこれまでたくさん審判を見てきて、質問を回避するのが得意だろ。ちょっとでも動きを見せればすぐどっか行っちゃうし、どうやって逃げられないようにするんだ。周到な準備とさまざまな勢力の手を借り、あらゆる措置を講じる必要があるだろう。できればいかなる形であろうと、こういったことには加担したくなかったが、すべては予言を現実のものにしないために必要なこと。彼女にとって少々酷ではあるが、フォンテーヌ全体が危機に瀕している今、神が持つ情報はあまりにも重要だ。そこに価値があるのならば、イチルの望みにかけるしかない。That case, you will need help. 力を貸してくれる人物に心当たりがあると。Oh, I think I know who to call. Ya, panik pak. Dari kita. Ya, ada sesuatu, bro. Yosh, これでみんな揃ったぞ。にしても
こんなところに隠れるなんてよく思いついたな。なぜやか。ポア村長は最悪になったばかりで、今は人が少ない。だから話し合いにはちょうどいいと思う。Berarti Fatu ikut juga dong. Kano Magician, Oira tachi no tonari ni suwatte, samo atarimae ka no yona hyoujou de ocha o nomi hajimeta zo. Kazoku wa issho ni suwatte, hitotoki no yasuragi o tanoshimu beki. Koko de ocha o itadaku no mo waruku nai ne. Dou kana, ippai. Nani tabi ya? Hanashi o kiite choudai.それとも適当に誰かを選んでこの場を任せることにする？あんたはどう？無理だよ。じゃあヌビレットさんは？私がその役を担えば、この船を皇帝のような雰囲気に変えてしまうだろう。ほらね、進行役はやっぱり地元の大ボス。つまり、あたしがやらないと。これであたしに注目してくれるね。前置きが長すぎる。確かにそうだけど。とにかく、あたしたちの共通の友人である旅人が、みんなを集めて今後のことについて相談したいんだってさ。具体的にはそうね。みんなで力を合わせてトラップを一式仕掛けるの。なんだか面白そうだね。いや、ini jadi tim yang keren jer。でしょ？まあ、トラップっていう表現はついさっきクロリンデから聞いたのをそのまま使っただけなんだけど。急にみんなの前で話すことになったからさ、具体的な内容は彼女に説明してもらいましょう。さあ、拍手。イエーイ。はあ、自分に任せろと言っていたはずだが。まあまあ、あんたの仕事ってあんまり喋る機会がないんでしょ。これを機に鍛えておけば、職場でも気の利いた言葉を自然と使えるようになって、上司からもひいきしてもらえるんじゃない？そうか。では上司はどう思いますか？上司と認めてくれるとは光栄だ。精進するといい。では、みんな、狩りをしたことはあるか？ないと思う。小さい頃、フレミネと一緒に、木の棒とカゴで、ノウサギを捕まえたことがあるよ。リネットは、そうそう、その日は体調が悪くて参加できなかったんだよね。魚ならダイビングしてる時に何匹か捕まえたことあるけど、それもカウントする？うん。であれば、どれも本当の狩りとは言えない。みんな聞いたことないかもしれないが、フォンテーヌには昔ファントムハンターというチームがいた。ただ、彼らはハンターと呼ばれていても、狩りの対象は動物ではなく、古代のレムス王朝が残した多種多様な魔物だった。今のフォンテーヌは魔物の数が減り、ファントムハンターも人混みに隠れ、他の武装勢力に所属するようになった。そんな彼らは、フォンテーヌ人のために、独特な狩猟方法を残している。トラップを構成するものは次の3つだ。おとり、トリガー、拘束装置。獲物を処理する必要があれば、それに処刑器具も追加される。今ここにいる皆がトラップを作るとしたら、どんな構造のものを選ぶ？僕はやっぱり鳩とかウサギが餌に誘われる感じで自然と入っちゃうようなカゴ構造のトラップが好きかな。僕たちが仕事するときみたいにほんの少し細工する必要があるけど、まあこれでも僕たち3人とも業界内じゃ実力者で通ってるから、それくらいの腕は持ってるよ。じゃあ
ボア村長の住民の避難を手伝ってた時も同じ方法を使ったの？部下たちから泣いてる子供にマジックを披露してたって聞いたけど。うん、そうだね。おまけに並行してその一帯の情報も整理してたんだ。僕はそんなにすごくない。コツコツとした方法が好きだから。水中におとり用の餌を仕掛けると魚が手の届くところまで泳いでくる、そういった感じのがいい。むしろそういうやつの方が魚をいっぱい取れたりするんだよな。心を落ち着かせるのって何よりも大切だし。私は二人のアシスタントをやる。脳ある鷹は爪を隠すというものか。私だったら動物型のマシナリーを使うかな。パパが昔クロックワークのリスやネズミとかを買って森にいる仲間を誘い出してたのを見たことあるんだ。あんたもそういうのが好きだったよね。当時一緒にいたでしょ。確かにそれはいい方法だ。完璧な偽装を施してあれば同類はおのずとついてきてトラップにかかる。ヌビレットさんはどうですか？私はあいにくそのような経験を持ち合わせていない。やら、あんたなんか、あべんぼったら、そんぶらいですもん。それもそうでしたね。あなたは腕や細工に頼ることなく、直に問題を解決することがほとんどでしたから。でしたら、もう一つ質問させていただきます。もし今私たちが大掛かりなトラップを作るとしたら、それはどんな形であってほしいですか？効果的でありながらも、獲物をひどく傷つけるものではなく、また優しいものであってほしいと願う。慈悲深いお方だ。ただそれは拘束装置と処刑器具の設計に関わってきます。一撃で仕留める必要のある獲物の場合、私は最も強力な処刑器具を選ぶ。そして注意深く見張らなければならない獲物に対しても同じ選択を取る。どうして？獲物を最も巧みに無力化できるハンターこそ命を傷つけることなく獲物を掌握できるからだ。生と死は往々にしてわずかな一年の差でしかない。つまり僕たちは今から狩りに行くってこと？この例え方はオイラたちも予想してなかったな。納得できそうでなんか違うような気も。もし捕獲と処分が獲物に対する審判であれば、私たちのやることは似たようなものだ。高みに座す神を裁くのなら、狩猟の100倍は胆力が必要となる。That's right. なるほど。なんだか面白そうだ。Lauren, the hunting metaphor was just that, a metaphor. You would not call this a hunt because this is not what you should do at present. Nor has the relationship between you and Frina reached such a dire stage. What you need is simply the secret she is keeping. Attempting to take her secrets is an act of sacrilegious disrespect, but must be done to prevent the fountain from the sinking into the water as foretold in the prophecy. There is neither hunter nor prey, but there must be a trap. That is what you will need. This is what you will need.ここ数日ほんと忙しかったな。数えきれないほどいろんなことをしてきたぞ。おスピーディ
Those meetings sure did make me hungry. あんなに長時間話し合うなんて、あいつら意気込みが半端ないな。いやいや、おたんかってでは。せめて少しくらいはたじろぐかと思ったけど。ああ、素直なフレミネは怯えてたか。でも、他のやつらはせいぜい驚いた程度だったぞ。You feel more confident after the meeting, Paimon? え、おいらか？こういうことってあんまり経験がないからわかんないな。でも、お前と一緒ならきっとうまくいくと思うぜ。だって、他のやつらがどんなに頼もしくても、おいらからすると、お前ほど信頼できるやつはいないからな。ひひっ。で、あれ？Something wrong? お前、いつの間にお茶なんか入れたんだ？オイラ気づかなかったけど。Oh, I did it. じゃあ、なんだこれ？Perasaan tadi nggak ada cangkir deh. 見たことないコップだよな。そう緊張しないで。ただお茶を飲んでいるだけだから。さっきは喋ってなかっただけよ。Tres Magistus?私の声、もう忘れたのかしら。あ、tunggu, ya ini yang dari Sumeru kali ya, suaranya. え、待てよ。この声、確かにどっかで聞いたことあるような。あ、で、itu jadi guru ya, Simon. お前って、スメールにいた時、わけもなく空から聞こえてきた声だろう。わけもなく空から聞こえてきた。その言い方。間違ってるようで正しいわね。前回と同じようにあなたが迷い込み、そして私がその迷いを感じてここに来たの。人を導くのは私にとって手放すことのできない甘美なものだから。おいにグルヤモンあとんだよあと。Yang lain ya dari grup Hexan itu. Who are you? And what do you want with us? ただの通りすがりの気まぐれな客に過ぎないわ。友人の弟子の頼みを自ら引き受けようとしてるだけ。When disciple? So this is one of friend of Monoman's master. The enigmaticend of the Hexan Circle. The Fountain Prophecy comes true. 予言は当たるわ。必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。そんな。だったらまだ止められる可能性は残ってるのか？すでに失敗した例を見たことがあるはずよ。テイワットのすべてがそう簡単に変えられると思う。And there really be no exceptions? へえ、気がついたのね。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも。神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある。あなたがこれから見るさまざまな出来事は果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら。うん。こいつ何言ってるんだ。なんかすごそうで、スケールのでっかい、恐ろしい話をしてるみたいに聞こえるぞ。He in the teacup is just a butt gun as well. あなたなら、きっとわかるでしょう。無視していいものと、手を差し伸べないといけないものを。
テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。さてと、いいお茶だったわ。ありがとう。今日のお茶会はここまでにしましょう。声が聞こえなくなったぞ。 Mage Anne, is this the clue you are leaving for us? お、なんか声が聞こえるな。うう、しょうがない、オイラが見てきてやるぜ。 But getting more diligent。 何言ってんだよ、起きたばっかでどうせお前は何もしたくないだろ。だからオイラが代わりに動いてやるだけだ。帰ってきた途端、あなたたちの掛け合いを聞けるなんて、二人はいつも賑やかですね。モナ、 How have you been this past few days? まあまあです。スチームバード新聞に行って、以前話したシンポジウムに参加してきました。思ったより楽しかったですよ。フォンテーヌ人は悲観的な方ばかりではないようです。シンポジウムに出席したある記者は、ただ黙って待つのではなく、自分たちで危機を回避する手段を準備しないと、と提案していました。私もその通りだと思い、彼女と少し話してみたんです。もしかして、それって髪がピンク色の記者じゃないか？そうです。あのシャルロットです。あなたも覚えていますよね。考えたことをそのまま実行し、何でもかけてしまう有能な記者です。彼女の主張は最もだと思います。予言はとても重要なものですが、ほんのわずかな言葉で人生を左右されてはいけません。おお、オイラもそう思うぞ。それを聞けてなんだか心強いぜ。あ、それとこの間の話ですが、すみません。試しては見たものの、ここ最近おばばと連絡がつかないんです。今夜もまた試してみますが、うまくいかない可能性も考慮しておいてください。Actually, Amon already came over. え、本当ですか？嘘、そんなことがあるなんて。I believe she came to pass a message to us. 神の視線にも資格があるって言ってたよな。肝が座ってるやつだぜ。普通神は万能だって思うはずだろ。魔女会のメンバーであれば、おそらくただものではありません。 N と呼ばれる魔女、おばばから何度か彼女のことを聞いたことがあります。方向感覚に優れていて、道に迷っている人を導くのが好きだとか。でも私は一度も彼女に会ったことがないんです。もし生きているのなら、決して若くはないでしょう。おばばでさえ何百歳なんですから、きっとおばばより長生きしていますよ。うぎ、魔女会の人って恐ろしいな。みんな元気いっぱいなのかな。能力だって、それはもう恐ろしいものですよ。彼女がわざわざ見に来たということは、あなたの問題は彼女が興味を持つほど重要だということです。うぅ、でもオイラ、あいつの言ってたことをまだ理解できてないんだけど。彼女のヒントは曖昧ですが、おそらくまだ転機があると伝えたいのでしょう。しかし、その転機がいつ訪れ、どういったものかについては言及していません。まさか今のあなたが知ってはいけないことなのでしょうか。 True. Her words were meant as helpful in, but when will we realize their value and meaning?
Was that the best answer that my question would have gotten? 旅人、パイモン、大丈夫ですか？大丈夫だぞ。けどオイラ、ちょっと息が詰まりそうで。なんだか世界の滅亡が本当に訪れるような気がするんだ。ええ、その胸騒ぎは私にも感じられます。私はいつも運命を目撃する側の人間に数えられます。私の目に映る範囲では運命が決して揺らぐことはありません。しかしそれでも私は奇跡を期待し信じています。占星術は普遍で合理的なものですが、運命はそうではありません。残酷で時に美しいものでもあるんです。おそらくN はそのことを伝えたかったのかもしれません。信念を失ってはいけない。目の前にあるものが必然的な結末とは限らないことを信じるべきなのでしょう。傍観者でいることも考えましたが、やはり私にはそんなことできません。たとえ無駄であっても、もう一度だけみんなの戦いのため貢献したいと思います。最後の瞬間まであがかなければ、どう胸を張って結末を迎えられるというのでしょう。おお、確かにその通りだな。ああ、私としたことが、また占星術の話をペラペラと喋り始めていました。本当にすみません。専門分野の話になるとつい。そろそろ帰ります。 Don't worry about it. Nah, and thank you.あなたを少しでも勇気づけることができたのなら、無駄口ではなかったようです。私は、あなたが私と同じようにあがく人を助ける方だと、ずっと信じていますよ。きっと、そのせいなのかもしれませんね。私たちがいつも偶然出会っているのは。なんだか今の言葉を聞いてたら、胸の奥がキューってしてきたぞ。感動と悲しみがごちゃ混ぜになってる感じだ。旅人、オイラ急に外を歩きたくなってきた。ちょっと散歩しに行かないか？街中を歩きながらいつもよく通る場所を見て回ろうぜ。あれ、新聞にオイラたちの名前が載ってるぞ。Maybe we are famous. どれどれ。水の下のメロビデ要塞は、その気高くも自由で独立した運営体制を貫き続ける。だが誰もそれに関われないかといえばそうではない。先日記者はメロビデ要塞に潜入しようとするもかなわず。あいつまだメロピデ要塞に入ることを諦めてなかったのか。ある違法の友人が今回の記事の中心となる。金髪の冒険者と白い妖精は行く先々で話題が絶えない。その謎めいた彼は水中要塞に入ったことがあるという。探ることのできないメロピデ要塞の内部。しかし違法の旅人の物語は魅力と驚きで満ち溢れたものであることをお忘れなく。記者シャルロットの生涯の傑作、旅する姿、世を渡り歩いて。おお、シャルロットのやつ、オイラたちのかっこいい写真を裏でこんなに撮ってくれてたのか。オイラ全然気づかなかったぞ。でも結局メロピデ要塞の情報を手に入れられなかったんだろうな。それで会いやすいオイラたちの写真を撮って記事にしたんじゃないか。 It sort of seems to be the case. あいつ、ま、写真もうまく撮れてて見出しもインパクトがあるから許してやろうぜ。パパッ、 Moving forwardI
腹空いたぞ。入ってご飯を食べようぜ。Banyak juga ya orang-orang chapter. Oi, miro! Are te ano? 1日限定16個しか販売してない。 It hasn't already sold out for the day?Cannot, we can't let anyone get ahead of us. すみません、ケーキを一ついただけますか？うさ、とぐすっばんが。パー、他の人が！あれ？お前って、パレメルモニアのホールにいた。お、しせてね。あら？君たちもケーキを買いに来たんですか？ヌビレット様の言葉を借りれば、舌が肥えているようですね。What do you mean by that? え、ヌビレットがそんなこと言ったのか？ええ、ヌビレット様にも好き嫌いはあるんですよ。私の場合、ここのコーヒーとケーキが特にお気に入りなんです。へえ、お前ってよくここに来るのか？基本、毎日必ず一回は来ていますね。毎日すべきことは仕事以外にケーキを食べてコーヒーを飲むことくらいですから。おお、じゃあもしある日もうすぐ閉店するから二度とここのケーキは食べられないって言われたらお前はどう思う？なんで閉店するんですか？ OK おいらにもわからないけど、多分明日になったら水が上がってくるから、例えば予言にあったみたいに。予言？私はあんまり気にしたことないんですよね。でももし明日食べられなくなるとしても、今日も必ずケーキを食べますよ。人間がご飯を食べるのと同じです。明日たとえ食べられなくても、今日食べられるのなら食べ続ける。人間はこれを生活と呼んでいます。お、そっか。そう悲しまないでください。あのケーキを2つテイクアウトでお願いします。さあどうぞ。この2つは君たちへのプレゼントです。人間のそういう顔は悲しい顔だってシグウィン先輩から前に聞きましたから。シグウィンと知り合いなのか？ええ、先輩は私より早く生まれました。たまに地上に来ては人間に関する知識を教えてくださっています。Wait a minute. What? 先輩が言うには、人間は傷つきやすい生き物で、笑顔になるには美味しいものを食べないといけないそうです。ですから、ここのケーキを食べてみてください。では、私は他に用事があるので、お先に失礼します。二人とも、ケーキを食べて元気を出してくださいね。さようなら。行っちゃったな。このケーキ食べようぜ。きっと美味しいはずだぞ。やっぱり前回より美味しかったな。ケーキを食べた後のお茶の香りも余韻がすごい良かったぜ。明日もまた来たいな。
これからもここの美味しいものを食べられるといいけど。ちょうど新聞社の近くに来たし、シャルロットのとこに行ってみようぜ。えい。こないでしょ、あれ。あれ旅人にパイモン。もしかして私が書いた記事を見てくれたの？よく言うぜ。オイラたちをネタに原稿料を稼いだんだろ。Can we negotiate a profit split? それなら心配いらないわ。君たちがこの前ポア村長にいるって聞いて記事の件で手紙を送ったの。けどその様子だとまだ受け取ってないみたいね。安心して、君たちの取り分はちゃんと取ってあるから。それにご馳走も用意してあるの。本当か？やったぜ。シャルロットっていいやつだな。パイモンって賄賂に弱すぎじゃない？私が意地悪な記者だったら損してるわよ。ひひっ、そんなことしないだろ。でも今日はまた急にどうしたの？何か用事かしら。モナからお前の話を聞いて、その仕事ぶりを見たくなってここに来たんだ。君たちもうフォンテーヌで会ったのね。それで私のことを話してたんだ。なんて言ってた？考えたことをそのまま実行する有能な記者だってさ。それはよかったわ。で、その有能な記者は名高い旅人とパイモンに独占インタビューする機会をもらえるのかしら。これ、maybe？ あれ？今日の新聞に載ってたやつがそうじゃないのか？ううん、あれは写真だけでインタビューは載ってないから。二人には旅での経験や生活の心得とかを詳しく聞かせてほしいの。Seriously, want to interview? そうだぞ。その、オイラたちなんかでいいのか？もちろん。私がいいって言ってるんだから十分ってことよ。でも今じゃなくて、あと数日準備をさせてちょうだい。おう、じゃあ、時間ができたら話そうぜ。それってオッケーってことで？やったー！早速編集長に報告しなきゃ。あとは照明や場所、セットも抑えないと。この辺で失礼するわ。じゃね、また連絡するから。あ、シャルロット、オイラからも一ついいか？あ、なに？もしもの話なんだけど、万が一明日フォンテーヌが沈むとしたら、お前は今日何をする？予言で出てくるあれね。よくその話を聞くけど、それがもし明日だったらなんて考えたことなかったわ。もし本気で聞いてるのなら、何かしら方法を考えてフォンテーヌを離れるかも。でもそれ以前に、私は記者であり前線に立つ義務がある。それに故郷のことをそう簡単に見捨てられるわけがない。私の見立てだと、ほとんどの人は実際に危険が訪れるその瞬間まで自分がどう行動するかなんて予測できないと思うの。そういうことを考えるくらいなら、きっと成り行きに任せた方がいいんでしょうね。だから
私は多分新聞社で君のインタビューをまとめてるかな。かわいそうだなんて言わないでよ。自分が好きなことをするのが一番なんだから。ほら、考えてもみて。この国は明日滅亡する。それでも私はこの世に一つしかない記事を書いてる。私が書いたものは唯一無二の物語になる。そうでしょ？で、次に何をすべきだと思う？もちろん一刻も早く記事を書き上げて印刷してもらって、そして電書バトでコピーを世界中に届けてもらうの。私は無双家でも仕事人間でもない。ただ自分の仕事が好きで、そういう記事を残せることを誇りに思ってるだけ。私って生まれながらにして記者になる運命だったのかもしれないわね。うん、これがシャルロットの答えよ。それじゃあ仕事に戻るね。いいな、急に羨ましくなってきたぞ。もうちょっと近くで海を見てみようぜ。Tumben si Paimon depresi banget pertanyaannya gitu. Shio kaze ni atari nagara umi no keshiki o nagameru no tte kekkou kimochi ii na. Moshi. Yes. Moshi Fontaine dake janakute ashita horobu no ga Teiwatt zentai dattara.オイラたちはその時どこで何をしてるんだろうな。いや、もし何をするか選択できるなら、お前は何がしたい？ If I could choose her, it's just like Charlotte said. Suddenly trying to consider what to do is pointless.ずっと前を向いて進んできたから、全然こういうのって考えたことなかったよな。あてもなくずっと歩いて、ずっと旅をしてる。Until that moment comes, I think I will keep journeying on. まだ旅をしてるのか？ Yes. Cherishing every single moment.なんだ、それってずっとやってきたことじゃないか。The banter goes back and forth between the two of you as time slips by. As night falls, you return to your accommodation and end this busy day. The next few days are just as calmCharlotte come to find you and conduct the interview in Spina di Rulosa, safe house at the Flore Cendre. Navia having finished her business in Poisson, even drops by to take a photo with two of you. All goes well. Then one day,Everything changed. ずっとこんなとこにいたらカビが生えちゃうぞ。でもメロピデ要塞よりかはまだマシか。あそこは湿っぽいだけじゃなくて、ちょっとしょっぱい感じもしたもんな。お二人ともまだここにいらっしゃったのですね。よかったです。え、お前は確かパレメルマニアの。ええ、イサドラです。この間もヌビレット様に頼まれてお二人をお尋ねしましたね。お二人はメロビデ要塞に行っておられたと伺いました。So are you under the impression that we might be wanted criminal? とんでもありません。ヌビレット様のご友人だということは分かっていますよ。今回もヌビレット様からの伝言をお伝えしに来たのです。Let's hear it. 今朝、
歌劇場で事件が起こったのです。マレシオセファントムはこれを小規模の暴動であると定めました。暴動？私はそこまでのことではないと思っているのですが、フリーナ様が歌劇場で公演を見ていらっしゃったところ、幕間の休憩時間に観客たちが突然フリーナ様を責め始めたのです。予言の危機に対して何の行動も取らなかったと大声で。するとフリーナ様がまだ答えもしないうちに、他の観客も感情に任せて彼女を責め始めました。応じる人はどんどん増え、歌劇場で水神様に対する弾劾がなされました。フリーナに矛先が向けられ始めたのか。長い間予言のせいで募ってた不安の吐き口をやっと見つけたってところか。だもれ。ええ、人々は当たり前のように神を頼ります。そして安心感を失った瞬間、彼らが初めに責めるのもまた神なのです。え、あいつ大丈夫だったのか。フリーナ様は手に負えなくなりそうな場の空気から弁解したところで意味はないと思われたのか、興ざめしたとだけ言い残して慌てて歌劇場を去って行かれました。マレショーゼファントムの者たちは秩序維持に忙しく、フリーナ様がどちらに行かれたかには注意を払っていませんでした。ようやく落ち着いた頃にはフリーナ様のお姿はすでになかったのです。それじゃフリーナは消えちゃったってことかよ。はい、マレショーゼファントムが人手を割いてお探ししているのですが、まだ手がかりの報告はありません。でも私は心配ないと思っています。あの方は神様なんですから、たとえボートの手に落ちても人間の力ではどうすることもできないでしょう。 I understand the situation。 はい、ヌビレット様からは状況をお伝えするようにとだけ申し付けられておりまして、他は特に何も。いや、情報ありがとな。これで十分だ。そうですか、わかりました。それでは先にパレメルモニアに戻らせていただきますね。お二人ともお元気で。へへへ、 Already begin。 よし、オイラたちは早速ポア村長に行こう。 You should call on quickly。 こういう時フリーナは解決に向けて動くでもなく、どっかに隠れるに違いないぜ。でもオイラたち、フリーナは大げさで大雑把だけど冷たいやつじゃないってことも知ってるだろ。前回ヌビレットがあいつをパレメルモニアまで呼んだ時だってそうだ。ポア村長の災害の状況を聞いたフリーナは悲しみと自責の気持ちを隠しきれてなかった。まして今日は民衆の前で責められたんだから気にしてないはずないと思うぞ。あいつは今きっとこっそりポア村長に行って自責の念を紛らわそうとしてる。その可能性が一番高いぜ。どうだ、オイラ答えをひらめいただけじゃなくて自分の力でここまで分析できたぞ。すごいだろ。 I see becoming a detective done you some good。 ひひ、じゃあこんなところでぐずぐず時間を無駄にしてないで、ポア村長に向かおうぜ。なんか寂しいとこになっちゃったな。生きてる奴らはとっくに避難したんだろうけど、災害に散らかされた跡しか残ってないぞ。フリーナはきっとここにいるよな。早く見つけ出そうぜ。What the?あ、フリーナだぞ。やっぱり一人であんなとこに。え、怖い、フォルナ。うん。諦めよう。もう無意味だ。見るがいい。ことは起こってしまったし、みんな死んだ。ごめん。本当にすまない。諦めよう。
フリーナ、もうやめていい。すまない。でもそれ以外僕に何ができるって言うんだ。フリーナ、誰だ。落ち着けフリーナ、オイラたちだぞ。コホン異郷より訪れた金髪の旅人か。あのわきまえない乱暴者たちがひざまずいて謝りに来たのかと思ったよ。あ、cepat banget dia berubah ya。フリーナ、お前泣いてたんだろ。涙の跡が残ってるぞ。え？泣いてたって？ああ、確かにね。今朝歌劇場でやっていた公演は実に感動的だったんだ。ついさっきまでそれを噛みしめていたのさ。結局あの礼儀知らずの奴らに邪魔されてしまったが、神を非難しようだなんて。だから僕は消えてやることにしたんだ。神がいないと気づけばきっとまるでフライパンの上に乗せられたアリのようにオロオロするはずだ。ヌビレットもマレショーセファントムの奴らも死ぬほど焦っていることだろう。You are actually beyond devastated right now, aren't you? そんなこと、僕は。おい、あそこだ。水神があそこにいるぞ。ついてこい、早く。え？あいつら、お前を探しに来たみたいだぞ、フリーナ。そうだろうね。きっと僕に会いたくてもアポが取れない熱狂的なファンかな。こんなのはルール違反だよ。許すわけにはいかない。あ、逃げちゃうのかよフリーナ。早くあいつを追いかけよう。アイデアだ。君たちの知恵を称えよう。すぐに行く。aku mencoba banget。Wow, ini betul-betul kecil juga。疲れた。本当に疲れたよ。捕まるかと思う。あ、いや、あいつらの情熱に負けるところだった。Hey, you might want to lower your voice to stay hidden. え、ああ。よしよし、いい子だな。だだ。来来来。どうしたんだ？今の振動、地震か？Another disaster just struck, I suspect. ポワソン町の災害の時も似たような地震があったもんな。まさか、また。そう心配するなよ。ヌビレットが緊急対応策を講じたから、今回は大丈夫なはずだぞ。うん、そうだといいけど。でも、ポワ村長のみんなはもう。 As Furina finally reaches her limit, now that she's talking about her actual feeling, she's starting to look far less stiff.
そう、この数百年僕は予言についてずっと調査し続けてきた。 Udah 100 tahun deh investigasinya。 僕の情報網はすでに全テイワット大陸に行き渡っている。いろんな方法を試し、フォンテーヌの海面が上昇しないよう守ろうとしていた。しかしどれも役には立たなかった。何年も前に身をもってこの事実を知ったんだ。天理を敵に回してはならない。予言にある情景はいつか必ず起きる。You still haven't give up, right? 諦める。なんと素晴らしい響きだろう。それはようやく運命を受け入れられることを意味し、解放を意味する。But that will also mean that our hope will disappear. はあ、僕は何度も諦めようとした。特にフォンテーヌがポア村長を失いかけてしまった後はね。運命は本当に理不尽で、規則になど従ってくれない。まだ予言は始まったばかりだというのに、もうあれだけの命を奪ってしまったなんて。でもついさっき分かった。人々の代わりに運命を受け入れる資格なんて僕にはないんだ。最後の瞬間が来るまではまだ遅くない。安心してくれ。僕はみんなのために希望を最後まで残しておくよ。おやおや、その僕はただたまには悲劇的なキャラクターを演じてみたいと思っただけだよ。やっぱり高貴な僕には似合わなかったかな。今言ったことはあまり気にしないでくれたまえ。僕にかかればフォンテーヌが予言ごときに左右されることなどないだろうからね。さっきのがお前の本心だったくせに。 We are running out time. We cannot just go back to square one like this. I have to get more information out of her. Rina, you might not have to shoulder this burden aloneAlthough I don't know what you might be keeping from everyone. 分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。You can still choose to confide in someone. Just share with me. I'm what you call witness. 見届けるもの。そうか。君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ？あるいは君になら。 There's no time left. Please, Furina, just speed it out.あつんか？僕は、はあ、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 What the hell?